私たちもですね、曲の中盤に皆さんと一緒にこう手拍子をして盛り上がるパートがございます。あのぜひ、皆さんも、一緒に盛り上がっていただけたらいいかなと思いますので、よろしくお願いします。あともう一つですね、僕たち、昨年の11月に、チームをデビューをしまして、デビューから3ヶ月、4ヶ月程度なんですけれども、本当にこのような温かいお祭り、温かいチームさん、お客さんに恵まれて踊ることができ、本当にチーム立ち上げてこういうことで踊れてよかったなと思ってます。ぜひ今後とも、静岡市でよさこいチームさとか続けていきますので、引き続き、さとか名前を覚えてもらっていただければいいかなと思いますので、よろしくお願いします。鶴がを貫く輝く本流、鶴がを包む青い闇、全てに眠る湧き上がる一夜の期待を今呼び覚ませ、盛り上がりましょう。刺激を下ろせ、歩ける荒ぶる宮を脈を打つ、大海原へさあ行こう。突如崩れる波の前、全てを飲み込む大渦潮を、突き進む、運命を
はい、そこ1チーム佐藤の皆さん。